いかによくあることなのか、こういった物質的な進歩、あるいは社会的な革新というのが、こういった真実を見失わせてしまっているものなのか、いかに簡単に私たちはこういった暴力を正当化してしまっているのか、それは何かより高い意味のあるもののという言い訳のもとにおいてであります。すべての宗教は愛と平和とそして正当なものへの道をと言っているのに、しかし宗教ではどんなものであってもこの死を許してしまっているものではないのです。国は行動します。そして人々は犠牲を払い協力し驚くべき偉業を達成します。しかしその同じ物語が抑圧のために使われます。そして違う人たちを人間でないとみなすようになるのです。科学によって海を越えて通信できるようになります。そして雲の上を飛び降りることができるようになります。そして疾病をなくし宇宙を理解することができます。しかし同じ発見がより効率的な殺戮の機械になることがあるのです。戦争、現代の戦争がその真実を我々に教えてくれます。広島この真実を私たちに教えてくれます。技術的な革新、人間の制度が同じように革新されなければそうしたことが起こるのです。科学的な革新によってだけでなく道義的な革新も必要となります。だからこそ我々はこの場所にやってきたのです。我々はここに立ち、この都市の中心に立ち、爆弾が投下された瞬間のことを考えます。私たちは子どもの恐怖を考えます。見たもので何が起こったのか混乱しています。そして静かな犯罪に耳を傾けます。all the innocents killed across我々はこの戦争によって死亡した罪のない人々を考えます。この戦争、そしてその前の戦争、そして今後の戦争。ただの言葉だけではとても声を与えることができません。この人たちの苦悩に声を与えることができません。しかし私たちには共有された責任があります。その人たちの歴史の中の目にしっかりと見つめなくてはならないのです。そして私たちが何をこれから違ったやり方でやっていかなくてはならないのか、こういった苦しみを再び起こさないようにするためにはどうすればよいかを問いかけねばならないのです。いつの日のことか、こういった人たちの声は、被爆者の人たちの声はもう私たちの前に証人としていることはできなくなってしまいます。しかしその時の記憶、8月6日1945年8月6日、そのことは決して忘れることはありません。その記憶、私たちにこういったことを忘れ去ってしまうことはないようにと思い起こさせるものであります。そういったこの道義的な責任、それを私たちに思い起こさせるものです。そして私たちは変化していかなくてはならないのです。でこの運命の日以来、我々は選択をしてきました。希望があるような選択をしてきたのです。アメリカおよび日本は同盟国となったばかりではありません。しかし友好国となりました。でそれは私たちの国民のためには、これ以上他に戦争であってということをはるかに超えたものです。そしてヨーロッパではこの戦争となったところ、それは商業とまた民主主義で絆で結ばれることになりました。抑圧されていた人たちが解放され自由となり、また国際社会はそれは制度を作り条約を発行させました。それは戦争を回避させるためのものなのです。それから私たちがそれを制約していこうと、また究極的にはなくそうというものです。核兵器をなくそうとするものです。それでも国の間のすべての侵略行為、そしてすべてのテロ行為、腐敗行為、残虐行為、そして抑圧行為、世界中で見られますが、これらは我々の仕事がまだ終わっていないことを示しています。
We may not be able to eliminate man's capacity to do evil. 人間が悪の行為を行う能力を排除することはできないかもしれません。そして国の同盟などは自らを防衛する能力が必要です。しかし、核保有国はそうした恐怖の論理から逃れる勇気が必要です。そして核のない世界を追跡しなければなりません。我々は私たちが生きている間にこれは実現できないかもしれません。しかし粘り強い努力によってそうした破滅的な状況の可能性を後退させることができるのです。こうした核兵器を破壊することができます。そして死の物質を狂信者の手に渡らないように確保することができます。しかしそれだけでは十分ではありません。我々は世界中で最も原始的なライフルでさえ、タル爆弾などが大規模に暴力を行うことを知っています。我々は戦争自体に対する考え方を変えなければなりません。紛争を外交を通して防止しなければなりません。そして紛争を終わらせる努力をしなければなりません。我々の相互依存によって暴力的な競争ではなく協力をしていかなければなりません。私たちが構築しているものによって協力していかなくてはならないのです。そしておそらく何よりも私たちはもう一度この考え方を改めて互いのつながりを考えていかなくてはならないと思います。私たちは一つの人類の中の一員たちであるのです。でこのことが人類の大変に独特な部分です。私たちは決してこの遺伝子でまた過去の間違いを繰り返すということが決まっているのではないのです。私たちは学習する能力があるのです。私たちは選択することが可能なのです。私たちは子どもたちに対して違ったストーリー物語を教えていくことが可能なのです。その物語とは人類が共通であるということを説明するものです。そして戦争が起こらないようにするための物語です。また残虐さということがそんなに簡単には受け入れられないようにしていかなくてはならない、そういう物語なのです。そういった物語というのは被爆者の人たちの間に見ることができます。女性はパイロット、その人が原爆を落としたのは許しましたというのは、私が本当に嫌いなのは戦争そのものであるということが分かったからなのです。でその男性は家族がアメリカ人がここで殺されていくことを見ましたというのは、その人は信じていました。この人たちが失ったものというのはやはり自分の失ったものであると、同じであると考えたのです。私の国の物語、それは簡単な言葉で始まりました。すべての人間は平等に作られている、そしてその人たちには与えられている、それは創造主によって分かち合うことができる権利を与えられている、生命、自由、そして幸せの追求する権利であると。でその理想を実現することは決して簡単なことではありません。アメリカの国の中においてさえ簡単ではないのです。市民の間でも難しいものです。しかしこの物語を信じることが向けて努力をする価値があります。そうした理想のために努力をしなければなりません。これは大陸を越え海を越えた理想です。すべての人の価値は減らすことはできません。すべての生命が貴重であると主張しなければなりません。過激な考え方、我々は一つの人類という家族の一員であると考えなければなりません。この物語が我々が語らなければならない物語なのです。だからこそ我々は広島にやってきます。そして愛する人のことを考えます。子供の朝の微笑み、最初の微笑み、そして配偶者のキッチンのテーブルを越えた触れ合い、そして親が慰めるために抱きしめてくれます。
We can think of those things and know that そうしたことを考えて、those same precious moments そうした貴重な瞬間、took place here. 同じ貴重な瞬間が71年前、ここで起こった、あったということを思い起こします。Those who died, 亡くなった人たち、they are like us. その人たちは私たちと同じなのです。Ordinary people understand this, I think. 一般の人はそれが理解できると思います。They do not want more war. これ以上の戦争は誰も望んでいません。They would rather that the wonders of science be focused on improving life. 科学の不思議が and not eliminating it. 人命をなくすことではなく、人命を改善するために使われたいと考えます。国家が選択するとき、また指導者が選択をするときには、それは反映しているのです。この単純なる英知を反映しているものなのです。またそれは広島の教訓が与えてくれたものであります。世界はここで永遠に変わりました。しかし今日、この町の子どもたちは、この一日を平和に過ごすことができているのです。何という貴重なことでありましょうか。これは守るべき価値があるものなのです。そしてそれをさらに全ての子どもに広げることが必要なのであります。それこそが私たちが選択することができる将来、未来なのであります。この未来というのは広島、長崎が As the dawn of atomic warfare. 原爆の戦争の夜明けとしてではなくて、私たちの道義的な夜明け、気づきなのであります。